おはようございます。特別定額給付金といえば、去年の今頃10万円の支給が決まりました。そして手元に届いたのが去年の5月から8月のあたりだったかなと思うんですよね。そして丸1年経ってですね、ここに来て再度この10万円支給の声が上がってきてるんですね。今回ですね、立憲民主党の副代表、原口さんという方がいらっしゃるんですけども、この方はですね、最近ですね、積極的な財政論にフォーカスして YouTube の方どんどん提供してくださるんですけども、これがね、なかなか内容がいいと思います。ぜひね、枝野代表とかね、福山幹事長も賛同していただきたいんですけども、どうもね、どういうわけなのか、国民のための政治をあんまり立憲民主党の代表ってしないんですよね。どちらかというと、自民党の補完勢力といいますかね、自民党の二軍をやってるような感じなんですよ。有能な小川淳也さんほか、今回の原口さんみたいな方がこの立憲民主党にね、完全に能力を消されてしまってるのが口惜しいかなと思いますけどね。今回は特別定額給付金のことについて原口代表がちょっとね、お話しされてますんで、そちらを引用してみようかと思います。これはね、先月の記事だったかと思います。先月といっても本当まだ4月に入ってすぐですんで、ほんの 2,3 週間前っていう感覚ですね。それでは画面を切り替えますので、こちらの方をご覧ください。はい、10万円給付金問題、いよいよ原口和弘立憲民主党副代表も一律給付に賛成、財政出動で日本の未来を作る。はい、よくね、財政出動して国債を発行すると子や孫の世代に負担が残るんじゃないかなって言われてますけど、これ全く逆で、今貧しい日本が残る方の方が子や孫の世代にものすごくダメージを与えると思いますよ。例えばね、100年国債100兆円とか吸ったらどうですかね。毎年1兆円ずつ返済するの、全然影響ないですよね。じゃあ1000年国債1000兆円ってのはね、極端な話、今年の財政出動に組み込んだらどうですかね。たくさんの公共事業が発生するんじゃないですかね。ただ実際はですね、1000兆円も公共事業が消化できないんですよ。公共事業を消化できるとしたら、だいたい30兆円を1年間でなんとかね、新幹線とかやるのが精一杯ですね。で、残りの30兆円は消費減税でいいんじゃないかなと思います。これで60兆円の財政出動が消化できるわけなんですよ。そうすると国民の需要は高まってきて、活力が戻り、そして国民一人一人は豊かになると思うんですよね。で、そこにプラス10万円の給付ってのはいかがかなってことなんですよ。仮に毎月10万円給付しても144兆円しかかからないと山本太郎れいわ新選組の代表が何度も言われてますよね。全く問題ないです。100兆円200兆円財政出動を今月しても全く日本経済にびくともしないんですよ。でもね、麻生財務大臣が昭和22年の古めかしい財政法で立ち向かってくるんですよね。麻生財務大臣も財務省に入って、存外だらしない、そういうことになっています。で、自民党の中では西田昌司議員が、参議院議員が一人ね、力強く麻生財務大臣も財務省にも黒田総裁にも突っかかってね、全ての財務省の理論をぶち壊していってくれます。もうすぐ効果が出てくるんじゃないですかね。ということでね、積極的財政論、機動的財政論は今国会内で多数派に移りつつあります。その過程で10万円の給付も十分可能なんじゃないかなと私は思いますけども、はい、前置き長くなりました。記事を読んでみましょう。ずっと下の方に行きます。で、原口和弘立憲民主党副代表が一律給付費に賛成表明をしてくださいました。で、これはですね、ツイッターの記事なんですけども、もともとは藤田貴則さんって方ですかね、このなんか福祉かなんかの NPO かなんかの人だったと思うんですけども、私よく知らないんですよ。この方のツイッターデモで、1月から給付金を求めるデモをしてきましたが、年度末には間に合いませんでした。あ、しまった、失礼しました。今年は衆議院総選挙の年です。これら給付金の動きを投票の参考にしてほしいですと書いてますよね。どういうことかっていうと、今年やっぱ自民党が衆議院議員の解散総選挙をすると言われてます。これはおそらく9月になるんじゃないかなというのが目測ですけども、オリンピックが終わって、オリンピックはあると思いますけどね、強引に強行するとは思うんですけども、それが終わってよかったよかったと、強引にね、よかったことにして、8月9月あたりじゃないですかね、総選挙をしてもう一回自民党が政権取ろうというところだと思います。そこで多分その前後に出てくるのが、私はね、給付金だと思うんですよ。おそらくオリンピックお疲れ様で8月に発布して9月に喧伝して
で、公明党がまたね、なんかこそこそっと、公明党さんもね、ずるいですよね、本当に汚い。公明党さんね、本当ね、選挙を進めに来ないでくださいね、本当に申し訳ないけどね、どこでしたっけ、忘れましたけども、創価学会でしたっけね。いや、創価学会の皆さんね、公明党がどんだけずるいか、もう身近で見ててわかるでしょ。全く国民の声なんて拾おうとしないですよ。自民党に寄り添っちゃって、もう本当にね、なんですかね、最近でしたら、習近平を日本に呼んで東京の桜を見せたいみたいなことをね、言ってるどっかの代表いましたよね。いやー、ジェノサイド問題どうなんですかね。自民党と公明党は、ちょっと二人グルになってね、どうも弱者に優しくないですよね。何なんですかね。いや、ちょっとね、公明党さんの悪口になっちゃいますけども、でもやっぱり悪口を言わないと、もう、これどうしようもないですよ。やりすぎですよ、公明党さん。ちょっと話題が全然違いますね。失礼しました。はい。もう一言公明党さんのこと言わせてもらえば、今こそ10万円給付、もう一回提言してくれませんか、山口代表。去年は私たちのおかげで10万円が給付されましたっていうふうにね、いまだにそのネタに使うんだったら、じゃあ、今回もう一回支給してくださいよって話ですよね。本当に必要な時に出てこなくって、何なんでしょうね。人気取りじゃないですか、単なる。お、福山議員のツイートもありますね。まだ党の政策ではありませんが、私はバイデン大統領がやられたように、例えば年収1000万以下の人々に、一人10万円の中間層にしっかり元気づける。これいいじゃないですか。あ、福山代表こんなこと言われてるんだ。うん、福山さんも頭が硬いような気がするんですけどね、どうもね、若い割には。枝野さんは、あまりにも嫌われすぎ。枝野さんなんであんなに嫌われ者なんですかね。直ちに影響はないですからね。いや、ちょっとよくわかんなくなってきましたけども、はい。とりあえずね、前半の方でお話したのが今日のまとめになりました。ちょっと奇妙な言い方ですけども、私の雑談が今回長すぎましたね。10万円の給付について、こういったツイッターデモもありますしね、声を上げることを忘れたら消えていきます。あなたが声を上げるんですよ。最近声を上げる人いなくなりましたねって、他人事じゃダメですよ。あなたが声を上げてないじゃないですかってことなんですよ。こうやって私みたいにね、YouTube で動画を撮るとまで言いませんけども、でも何かね、やることがあるんじゃないかなと思うんですよ。もし本当に10万円の給付を望むなら、望んでる人が動かないと。望んでる人がですよ。おそらくこの立憲民主党の原口さんって10万円欲しさにやってないですよね。10万円が必要な人のために動いてくださってると思うんですよ。まさに他者のために先陣を切ってくれてると思います。そういうところはね、原口さんの YouTube を見ていてものすごくね、支持したいなと思います。だからこそ立憲民主党に席を置いてることが残念でならないかなっていうのが今日の感想ですね。はい、いかがでしたでしょうか。10万円給付が決まったわけではないですけども、10万円給付を求める人の声がなくなってきたのは事実です。私はこれからもね、追求し続けます。ちょっと暗いですね、私ね、なんかすいません。はい、明るくなりました。はい、光が当たってなくてみたいですね。ちょっとライト当ててくれない？誰もいない、誰もいない、私一人だけです。はい、ありがとうございました。すいません、10万円給付ゲットでいきましょう。